サンドの飯よりスニーカーが好き、どうもデルピエロ石田です。さあ今日も始まりました、デルピエロ石田のスニーカーと NBA ということでですね、今日はですねまたねナイキがね、これからこれをどんどん押してくるんじゃないかっていうね、ちょっとスニーカーの方を紹介したいなと思うんですけども、はい、今日紹介するスニーカーなんですけども、こちら、はい、ジョーダン1のベイビージョーダンのブレッドですね。まあ一応ですねこちらに、はい、ロイヤルもあるんですけども、一気にちょっと2個紹介するんですけども、じゃあなぜこれがこれからナイキが押してくるんじゃないかっていう話なんですけども、先週の動画かな、の動画でコレクターさん家に遊びに行ったっていう動画でですね、ジャンプマンじゃねえや、ウィングマークの中がナイキのあのベビージョーダン紹介したんですけども、でその時に言ったじゃないですか、ね、僕らと同じ世代の人たちがね、いて、まあ子供もいて奥さんもいてね、なかなか財布の紐が硬いということで、ね、買えないと。まあ通常の OG がね、まあ 17,500 円とかするんで、なのでそういう人たちはベビーに流れるんじゃないかってことで、そしたらね、これも子供も履けて、で、子供が履いてるとね、奥さんも可愛いんじゃないかみたいな話をしたと思うんですけども、で、これ、まあね、ブレッドとロイヤルがあってめちゃくちゃ可愛いんですけども、で、どうやらなんですけども、これのシャドウとか、シャッターバックボードとかも出るらしいんですよ、どうやら。ってことはね、どういうことかっていうと、この、シャッターバックボード出るんですよ。ってことは、やっぱりこれから先、シカゴとか、いろいろな OG カラーのこのベイビージョーダンが発売されて、まあね、1だけかもしれないんですけども、したらやっぱり買えなかった人たちが欲しいじゃないですか。こっちだけでもちょっと揃えたいなみたいな感じで、値段もお手頃ですし、だこっちに来るんじゃないかなと思うんですよね。今はまだそんなに、まあ、熱が皆さんのね、まあ、注目度はないんですけども、ただこれが、さっきも言ったようにシャドウとかシャッターバックボードが出てね、うわ何出るんだ、そんなのあんのみたいになったら、多分過去に振り返ってくると思うんです皆さん。で過去見たら、あれロイヤルもあんじゃんと思って、あれブレッドもあんじゃんと思って、みんなさん漁ると思うんですね。で漁った時、多分こいつらも高くなってくるんじゃないかなと思うんですよ。でそうなったらもうナイキの思うツボなんですよね。はい、なんで、まあ、今のうちに、ね、もしね、まあ、シャドウとシャッターバックボードは出るの確定してるんで、もし、今、ちょっとね、この動画を見て、行っちゃおっかなと思ってる人がいてるんだったら、ちょっと行った方がいいかもしれないという動画になりますね。はい。ということでね、今日はちょっと短いんですけども、今日紹介させていただいたのは、ジョーダン1のベビーのブレッドとロイヤルです。